多摩丘陵の緑に囲まれた建物は、子どもたちの創作活動の拠点としてオープンした川崎市青少年創作センター。2階建てのこのセンターは、交流ホールを中心に各種の創作活動が楽しめる施設があります。1階には一度に30人が調理できる料理室、そして30畳の広さの和室、2階にはセンター自慢の陶芸室。ここには大小2つの釜があり、大きい釜はおよそ400個の茶碗を一度に焼くことができます。また情報学習室にはパソコン、ワープロ、ビデオ機器が設置され、創作・編集が楽しめます。このほか木彫、絵画などの美術工芸室や作品を展示できるコーナーも。手作りの楽しさを通して物の大切さを知ってもらおうと建てられた川崎市青少年創作センターは、KC センターの愛称で活動を開始しました。